ニューヨーヨク・マンハッタンにあるガーメントトトディストリクト南北5 0 0ル、東西1 1キロというこの小さなエリアには20世紀初頭から生地問屋や,や縫製工場が立ち始めニューヨークファッションの発信地となりましたここを拠点としている日本人デザイナーがいます鈴木大樹さん自らのブランド エンジニアドガーメンツのショップとオフィスをここに置いて5年になります鈴木さんは青森県出身25年前洋服を買い付けるバイヤーとしてアメリカに渡りました日本にはない商品を求めていた鈴木さんはその後自分で服をデザインし販売を始めますそして権威ある アメリカファッションデザイナー評議会の賞を受賞するなど高く評価されるようになりましたニューヨークでアメリカンカジュアルを作り続ける鈴木さんの歩みをたどりますガーメントディストリクトでは現在およそ2500人の職人たちが明日のアメリカンファッションを生み出していますインタビューは 最新コレクションが並ぶ鈴木さんのオフィスで行いました。青森のご出身そうです。弘前っていう場所です最初のアメリカ的なカルチャーとの出会いって何でしたか。本当に小学校三四年ぐらいってちょっと早いんだけど、何にもわかんないのに洋画が好きで見に行ってたんですよ。な例えば何見ましたあの頃だと。あもう言うと言われるんですけど、そのベンハーっていうの、ね、はい。 4時間ぐらいある映画だったんですけど、はい、あれを僕がだから3年生の時に,見に行ったんでしょう<ー>でも全然内容分かんないんだけどすごい面白くてでああいうの見てると結構いい格好してる人がいるんですよ、はい、当時はやっぱりすごいデニムブームというか今とまた違った形で最初に入ってきたぐらいの,あのブームだったんで僕の小さい頃はねもちろんあの裾がすごい広いベルボトムとかが主流だったんですけどねああいうう時にこう 子供でもみんなジーパン入ってたじゃないですか。子供心に、ええ、その何が違うんだろうって思って、ええ、その実際。そのジ,ジンパン屋さんみたいなのありましたよね。ええ、そういうところで見たときに。ええ、違う、やっぱり違うって思ったんですか。うん、値段が違うなと思いました、ね。<laughs> まずそこ。まず倍ぐらいするなと、んなんでこんな高いんだろう。ええ、あとはなんか。まあ、自分で調べるよしも,もないんで、ただアメリカのものが、そのまま来てるっていう。まあ、あの、紙のタグがなんかに。 英語が書いてるだけでもちょっとこう暗ラときましたよねアメリカにあるものは全部書くんだとであの雑誌やだからポパイとかメイクとかで見るアメリカの特にウエストコースで流行ってるだからフリスビーだとかスケートボードサーフィンもう全部やらないと気が済まないでもねスケートボードとかもいち早くやってたけどやっぱり周りの連中は中学後半とか高校になるとみんなバイクとか現場とか乗っちゃうんで よくなんか馬鹿にされましたよ。お前子供みたいなもん乗ってるなあみたいな。<laughs> でもそれが一,一応。とっかかりだったのは確かですよね。で、あのファッションの専門学校に行かれ。行きましたね、一応。同期の同じ、友達がいたんですよね。すごい洋服好きなやっぱり。で、彼がまっすぐに洋服の学校行ったんで。で、僕は、まあ、東京で、まあ、同郷の吉見だし、よく会ってたんですよ。で、会ってて。やっぱり。 そんなに大したことない大学だったけどなんか大した面白くもなかったんですけど、ね、彼はだから洋服の専門学校まっすぐ行って毎日こう,こういうことがあったこんなのがあったみたいな話をするわけですよでそれ聞いててなんかすっごい羨ましくてねなんかやっぱりそっちの方が面白そうだろうとかそれもあってなんか勝手に学校辞めちゃってであの翌年だからそっちの方に移ったんですよね。 うちの親父からすっごい怒られてほとんどあの大変でしたその当時は感動まだ行かないんだけどほとんどあの連絡できなくなりましたね<ー>そうですね専門学校とか行っている間になんか感化されちゃってもう調子に乗りまくってたんでこんなに才能ある人間は世の中にいないんだろうと思うぐらいあの調子こえてましたね才能はあるんだからどっからどず あの雇ってくれるだろういろんなところを受けたんですけど全部だめで当然お金も全然なくて何もなくて始めたちっちゃい会社だったんだけどアメリカでそこの会社のために買い付けしてくれる人を現地にずっと置いときたいということだったんですねつまりアメリカ駐在のバイヤーさんが必要だってことです、ね、そ,うそ,うそれが誰か必要だからお前行ってくれないかと言われて、うんうん、あじゃあ行きますって来たのがそ,うそれが1989年ですねはい。 バイヤーからデザイナーになるという転機がありましたよね。新しいものを見つけて歩くのは商売だったんだけど、それがちょうど90年代ぐらいですごいインターネットが普及して、なんかね、あんまりこう足で探さなくても軽く誰でも探しちゃうようになっちゃったんですよね。あれがやっぱりきっかけで、あのそうなるとほら軍資金不足というかちっちゃい会社なんで。 だいたい最初には取っかかりは持ってくるんだけどワンシーズンもしないうちに大手がいわゆる商社が全部かっぱらっちゃうんですよ全部取られちゃうんで足で稼ぐみたいなことができなくなるんもともとはそれが一番あの命だったんですよじゃあどうすればいいかなと思ったときにあのそういうどこのほ他の会社があるいは商社が来てもあのそういうところになびかない のブランドとかものがあればいいよくてそれはそこで契約するっていうよりはなんか自分たちで作っちゃった方が早いんじゃないかと。例えば日本で着物のデザインをアメリカ人がやりましたってやっぱりちょっと日本人はびっくりすると思うんですよ。ででも鈴木さんんがアアアメメリリカカカののど真ん中でアメリカンカジュアルを作ろうとした時の アメリカ人は、そういう反応は全くなかったんですか。評判良かったですね、すごい、アメリカ人は。悪く言われたこと一回もないですね、うん。そこはね、ちょっとね、面白いんだけど、アメリカのいいところの一つですね。あんまりこう。いろんな事情がいるから、あんまり顔で判断しないというか。アメリカで。鈴木さんが作ったお洋服が評価されて、賞も取られ。たんですよね。ねうん。 あ,のあなたは日本人のデザイナーなのかアメ,リカ人アメリカのデザイナーなのかみたいなことを結構聞かれてあなたこんなこと聞くんだろうと思ったんですけどねまあ僕は日本人だけど基本的にあの完全にだけどなんかあのベースはここだしここで作ってるしアメリカの僕はデザイナーとしては日本人かもしれないけど洋服のブランドはこれはニュ,ニューヨークのブランドだと。 思っっってててるいうことを言ったのは覚えてますよね。でそ、そしたらその直後になんかそういう賞のノミネートに選ばれて僕らにくれたって聞いた時にはちょっとびっくりしましたよね。生き方が何種類かこうあってでも最終的に自分で選んだのはアメリカに最初に売るのは一番アメリカらしい洋服を作ってやろうと思いましたね。 アメリカらしいい洋服を作って見せようと思いました、ね、本来だったらアメリカ人が知ってなきゃいけないはずの一番こう定番的なオーセンティックなものを当時はやってる人が少なかったのでそれこそやってやろうと思いましたね。重くて分厚くて肌に触るとチクチクしちゃうものをわざと作ったっていう。 アメリカに憧れアメリカ大好きだった鈴木さんがアメリカのお洋服のバイヤーになり後にデザイナーになり、まあ、日本人としてアメリカでアメリカの服を作っているのはなぜでしょうなぜなんでしょうね。全然別の人生もあっったとと思うんですきっとうん途中からね自分でもあんまりよく分からなかったんですよ。 なんか本当知らないうちにこうなってたっていうのは正直だと思うんで何が好きなんですかアメリカのうーん何だろうな何かが好きなんだろうその何かが好きだからここにいるんだけどそれがあんまりよく分かんないからまだ言おうと思ってるんですよ、ね、それを知りたいんだけどね何もできなくて一つのことができると例えばお金の感じもできないし生活もだらだらだし。 ダメダメな人いるじゃないですかたまになんかあのでもそういうのが結構かっこいいなと思うんですよね生き方というか人としてあの全部ダメでも一つだけ今後むちゃくちゃいいところがあるとそれだけでいいんですよそれがかっこいいなと思うんですよその一つを自分も持ちたいなと思います日本人として アメリカならではの服をニューヨークの真ん中で紡ぎ続ける鈴木大樹さんが今ここにいる理由それは幼い頃から憧れていたアメリカの大きさや奥深さをもっと知りたいという正直な気持ちとそのアメリカが認めてくれた自分の服ともう少し走ってみたいという少年のような気持ち。